ワグワンマーシーノーヤルーツ旅でナーフリスペクタルナーフマーシーウェイズアイドレスジャーガイダンスジャーラストマーはいこんばんはレゲエトロンボーニストのキング感謝アイです。本日は第9回番外編でお送りしたいと思います。番外編といたしまして、まあ、アーティストらしくたまには遠征秋田の遠征に行きます。今回はですね、これから秋田にマーレーズというバンドに参加してるんですけど、その秋田までの道のり、秋田のライブまでの道のりをお送りしたいと思います。そして今は渋谷駅に来てピックアップ待ちです。長い旅になりそうです。まあ余談ですが、この渋谷新南口駅は僕が15年前か20年前ぐらいここの近くで美容師をやっておりまして、髪を切っておりました。懐かしの場所です。未だにこのローソンはありますね。このローソン毎日行ってました。違う、このローソンの前がうどん屋さんだった。うどん屋さん、さぬきうどん屋さんに毎朝行って、途中からローソンに変わってました。ベローチェもまだありますね。今回はですね、番外編で外に出てみました。というのもですね、これから秋田に行きます。秋田のヤシマスタージャムという野外フェスに出演するために、今渋谷駅新南口におります。これからですね、秋田に向かうロードトゥー秋田をお送りしたいと思います。ワグワン。マーレーズ社到着したようなので乗り込みたいと思います。果たして何時間かかるんでしょうか。
夜が明けまして山形県のどっかにのコンビニ寄ってます。結構寒いです。周り何にもないです。秋田到着しました。すごく素敵なところです。6時半です。ただいま。ちょっと霧雨が降ってます。お疲れ様です。晴れてきましたね。This there is countryside. Japanese countryside. Mountain countryside.いいですね、ブルースカイ。豊かちゃんも到着しました。ベース、オンベース、ワグワン、ワグワン、お疲れ様です。はい、会場に到着しました。見てください、このイエローフラワーのヘブン感。この秋田のヘブン感、こんなところ日本にあるんですね。このお花、タンポポっぽく見えるんですけど、ブタクサらしいです。素晴らしい会場ですね。最高に気持ちいいですね。空もこの通りです。今あのそこのテント、ちょっとこのヘブン感やばいっすね。黄色いお花がゆらゆら揺れて最高です。ワグワン、いい会場です。まだ PA さんがチェックしてる段階です。この空の青さ、すごいですね。この感じですよ。秋田最高。マーレーズサウンドチェック始まりました。ドラムからチェックしてます。最高のお天気です。ゆるちゃん変なところ入ってますやばいっす、雨止んだ。何もせず失うものを
しっこに座って眺めるだけ月が昇る。ください神様、気をつけろ無関心とはいかがなも。第9回超大作ロードトゥ秋田、キング感謝とともに行くロードトゥ秋田、いかがだったでしょうか。ちょっと顔が焼けてて酔っ払いっぽくなっちゃっててちょっと恥ずかしいんですけど、いやー秋田最高でしたね。人とかすごい少なかったんですけど、なんか全てがありましたね。なんかこう豊かでしたね。空気ももうなんかシンプルに、お水も美味しかったんですけど、お水よりも何よりも一番の根本、空気がやっぱめちゃくちゃなんかこう澄んでるんで、なんかこう現れましたね、心も体も。で食べ物も人もみんな優しくて素敵な人ばっかりで、また絶対秋田戻りたいなって思わせてくれる場所でした。本当に感謝ですね。なんかみんなのおかげで最高に楽しい週末を送らせていただきました。ライブもですね、めっちゃ盛り上がって、子供たちとか
もうちょっと夜遅かったんですけど、子供たちももう最前列でみんなでキャーキャーで踊ってくれて最高ですね、やっぱりね。なんかライブ終わって小学生ぐらいの子供たちに握手してくださいって言われて、なんかちょっとなんかこう子供たちのトロンボンヒーローに慣れたかなって思っちゃったりとかして、なんでもっともっと頑張ってみんながねハッピーになれるようなねラッパを吹いていけたらと思います。はい、こんな長い動画最後まで見てくれてありがとうございます。今日も皆さんのおかげで生かさせていただいております。アイアンドアイ、ナフリスペクトアンドナフ感謝、ウェイズアイドレス、ジャーガイダンス、ジャーラスタファーライ。ではまた、次は10回なんで、なんか特別なことやろうかな、どうしようかな、じゃあまたね。